皆さん、こんにちは。こんにちは。楽しみにしていた大型連休も終わってしまいましたね。終わっちゃいましたね。皆さん、どこか出かけられましたでしょうか。はい、私たちはね、こうすごいお天気にもね、恵まれた連休だったんで、一日ね、そうです、多摩動物園に行ってきました。はい、まあ、普段からちょっとこの辺動物園のようなところもあるんですけれども、うん、はい、小学校以来でしょうかね、私なんかは。遠足で行った気なんですけどね。彼は地元なんで雑用係さん、そうなんですが、うん、私は都会っ子育ちなので動物園というと上野動物園が主流ですよ、ね、そうですよね。はい、うん、初めて多摩動物園というところに行ってきました。楽しかったですね。楽しかったです。チーターが良かったですね。そうですね、もうしなやかなね、身の動きっていうかね、はい、ちょっと魅了されちゃいましたね、チーターにはね。はい、まるで、うん、はい、言うのやめました。何で店長のような。あ、店長のようなね。はい、ということでね、ほんと楽しい充実したね、はい、あの連休を過ごさせていただきました。はい、ありがとうございます。ということでね、今度は夏休みに向けてまたちょっと頑張りたいと思います。はい、そうですね、まだ引き続きよろしくお願いいたします。ということで、今回は何を皆さんにご紹介でしょうか。はい、今週は北欧の、はい、こちら1本で、はいはい、ご用意させてきました。はい、じゃあ早速ね、はい、ご紹介したいと思います。はい、もうちょっと目の前にちらっと見えて、はい、気になっている方もいらっしゃると思いますが、はい、こちらの大きいですね、大きいクッションカバーですね。これクッション カバーのみになりますね。はい、中身はついてきませんので、はい、マリメッコの、はい、既製品で、パターンは石本不二雄さんの6本、はいね、有名なパターンですね。はい、なんかいいですね、これでゴロンと昼寝なんかしてみたいな、はい、さぞかし気持ちいいだろうなと。そうですね、あの水辺に咲くね、あの植物をモチーフにしたようなデザインなので、はい、夏におすすめでございます。はい、はい、結構抱きしめてもいいですね。うん、はい、これはもう同じ生地にね、使ってますね。はい、こういう感じです。はい、中を取るとこんな感じになります。こんな感じですね。で、ここはね、ボタンになります。入り口がプラスチックのね、はい、ボタンが1,2,3,4 箇所でしょうかね。4箇所ですね。はい、ついてます。これ仕様になっております。はい、こうです。はい、はい、ということでちょっとね、もう1点、はい、クッションカバーの方をご紹介したいと思います。はい、こちらはフィンランドから来たクッションカバーですが、メーカーは不明でございます。でも赤と白のね、四角い模様が可愛いです。これはなんか手作りではなくて、一応既製品ということでね、はい、持ってます。はい、これもいいですね。これもいいですね。うん、またソファーに。いいですね。はい。はい、こちらのね、赤と白のこちらのクッションカバーは、こういうふうに、こう、奥が深くなってるっていうんでしょうかね。で、ここにですね、こう、はい、これだけございますので、こう出にくいというか、こうベロのようにこう出ないようにちゃんと装置されています。はい、メーカーは不明なんですけど、既製品で結構しっかりとした ね作りでございます。はい、はい、こんな感じですね。はい、はいはいはい、でこちらがマリメッコのリッコでございます。はいはい、イエローとライムグリーンの現行でも販売されているカラーなんですが、ちょっと違うところはこちらフィンランドで買ってきましたので、生地がね、やや厚手のしっかりした生地になりますので、はい、日本で販売されているものとは違います。はい、上下左右が縫製されてますので、そのままね、壁に飾ったりとか、はい、テーブルクロスにおすすめでございます。はい、今の季節、これからの季節にぴったりですね。はい、はいはい、そしてこちらも、はい、こちらも厚、やや厚手の生地で、生地質がちょっと光沢感のある、はい、サテン地のような感じでしょうかね。高級感のある生地でございます。はい、これ未使用、未使用、未使用ですね。はい、はい、お肉はどこにどう使っても素敵ですね。素敵ですね。
ちらは長いですね。実はもう3メーター近いです。2メーター80ございまして、はい、あのマリメイク石本不二雄さんのカステピサーラ、はい、1982年ですね。でカステピサーラというのはあのカスティヘルミと同じような意味合いで、はい、あのイッタラのねあの人気のガラスの食券がございますけれども、はい、それと同じような意味合いであの梅雨の雫みたいな感じのね、はい、なります。ベースがイエローで、はい、水色の葉っぱになります、はい、それちょっと水滴のがついたようなイメージですね。そうですね。でこういうパターンが1、2、3つ取れますね。2メーター80ございます、はい、結構腕疲れました。そうですね。ですからもう天井から釣っていただくもよし、もう好きなようにね。そうですね。もうベッドカバーの加工にもおすすめでございます。こうあのご自宅でこうテーブルのね大きさが違う場合、こうそのサイズにね、そうですね、切っていただいて、こう2つでパレートで楽しんでもいいですね。そうですね、はい、はい、初夏にぴったりですね。ぴったりですね。でこちらはマリメッコのアケルシーン、ライトグリーンですね。はい、で上下左右が縫製されて、上が袋状に縫製されてますんでね、ここに棒を通すことが可能です、はい、ですからこういうふうにして壁カーテンみたいなね形でカーテンのようにお使いいただくことが可能ですね、はい、今の季節にぴったりです。ぴったりですね、はいはい、こちらはユルモですね、はい、マリメッコのユルモでございます。いろんなカラーバリエーションございますけど、これが一番大人気でしょうかね。そうですね。濃いブルーと白のね、もう小物製作にもおすすめでございます。はい。テーブルセンターもなんかいいですよね。いいですね。うん、はい。こちらは石本不二雄さんのソイトクッカ。1984年になりますね。はい。はい、で白地にこう果物とか葉っぱみたいなね、はい、模様が続く楽しいパターン、はい、ここも袋状に縫製されてますので棒を通してこうお部屋の仕切りみたいにね、はい、カーテンみたいにお使いいただくことも可能です、はい、テーブルに広げるとこんな感じになります、うん、こちらはマリメッコクリスティーナイソラのルイシクッカ。はい、1998年ですね、はい、これはあの地中海沿岸原産のヤグルマギクをモチーフにしたね、はい、白地にブルーの花が鮮やかなパターンです。でここもこうフックがございますので棒に通してね、はい、はい、でこういうふうにカーテンとしてお使いいただくことが、お部屋の仕切りなんかいいですね。いいですね。夏におすすめですよね。はい、はい、でこれも同じでございます、はい、で上が袋状に縫製されてますので棒を通すことが可能です、はい、ですからこちらもこうカーテンのようにね、こういうふうにお使いいただくことも、はい、はい、であとはこういうふうにして、そうですね、こういうところにも棚のね目隠しにもいいですね。いいですし、はい、ちょっとね時にはこう、うん、本当にこうテーブルの布を添うだけでなんかこう素敵ですよね。素敵ですね、うん、はい、こちらはマリメッコクリスティーナイソラのブスティッカ、1995年になりますね。95年ね、先になります、はい、で一見ブルーベリーなんですけど、ブルーベリーとまあ同じ仲間のビルベリーの仲間なんですね、はい、でヨーロッパとか北欧にこう自生する
ベリーの一種でございます。はい、ですからもう夏におすすめですね。そうですね、はい、こんな感じ。はい、きっと北欧でもベリーができるとこんな感じになるんじゃないかなって、うん、そうですね、ちょっと想像しちゃいました。そうですね、はい、こちらはマリメッコ、はい、マイアイソラの作品で台風、はい、1968年の作品で、はい、赤と白がもうそうですね、ね、ちょっとピンクに近い優しい赤ですよね。でここにあのなんか線が入ってるの、これあのプリント時のですね半ズレみたいなものでございます。汚れではございません、はい、でここ上もこう袋状に縫製されてますので、こうカーテンのようにね、お部屋の仕切りとして使っていただくことも可能でございます、はい、ヴィンテージですね。しっかりしてますね。しっかりとした生地になってます。またこれもいいですね。はい、こちらはマリメッコのパスカイ、はい、っていうような意味がですね、ツバメという意味なんですね、はい、ここにちょっとツバメが描かれてますけれども、こう全体的にこう北欧の空をね、ツバメが飛ぶようなイメージのデザインでございます。こちらの未使用になりますね。未使用ですね。水にされてないですね、はい、はい、こういうところに飾っていただいてもいいですね、うん、こういうふうにこうすると、ね、あの壁にね、タペストリーのようにね、はい、素敵ですね。綺麗です。テーブルにもいいです、うん、はい、ちょっと珍しいのでとなりました。こちらマリメッコではなくてボッコですね。ボッコになりますね。ボッコの、生地でヤッティルーツで、はい、73年の作品でございます。しっかりとした生地になります。ね、オフホワイトにオレンジの、はい、でこれ上が袋状に縫製されてますので、やはりこう部屋の仕切りみたいに、ね、こう使っていただくことも可能でございます、はい、でちょっとシミがね、はい、はい、ございますので、シミのようなドットの汚れが3箇所になります、はい、ここに薄いちょっとシミがございますけれども、まあ、こう経年数を考えますと、まあ、コンディションいい方ですね。いい方ですね、はい、コレクションにもいいですね。いいですね。なかなか出てこないんですよね、ボッコはね。ボッコね、はい、はい、こちらはフィンレースのフリーテーブルクロス、はい、結構長いですね、ね、うん、今まで四角がね結構多かったんですが、うん、結構長いですね、はい、渋いモスグリーン系に、はい、トーンを落としたオレンジ、ブルー、茶系でしょうかね、はい、なんかいいですよね。ちょっとこう雰囲気落ち着く、大人の雰囲気ですね。そうですね、はい、という感じ。こう緑がこう深くなった感じですね、そうですね、うん、これから夏が深まっていく時期にね、はい、おすすめでございます。はい、そして一転してこちらは鮮やかなブルーですね、はい、はい、これもフィンデンスンの、テーブルセンターでございます。これは気軽にね、ちょっとテーブルにこう、うん、ちょっと添えてティータイムを楽しんでいただくんですよね、はい、アウトドアの持ち出しもいいですね。いいですね、うん、それかさばんないですからね、はい、でこちらも同じくフィンレーソンのテーブルセンターでございます、はい、これ結構なんか立体的な織りで、てかこんなね、ナチュラルな雰囲気がね、素敵です。いいです。うん、ちょっとティータイム楽しみたいですね。楽しみたいです、はい、こちらタンペラのフリキジですね、はい、70年代後半になるかと思います。渋いグリーンに、白い
何の模様でしょうかね。お花みたいな感じですね。お花みたいな感じですね。ちょっと若干こう部分的に退色差がございますけれども、まあ気兼ねなくね。そうですね。もうタンペラはねないですからね。なかなかね、小物制作でもいいですし。あ、これちょっとテーブルいいですね。いいですね。はい。はい、こちらもタンペラでございます、はい、こう渋いまたグリーンがベースですね。グリーンですね。になんかこうシダ類の葉っぱのようなものがね、はい、描かれて、まさに今の季節ですね。そうですね、今の季節ですね。はい、でこちら上が袋状に縫製されてますんで、こうお部屋の仕切りみたいにね使っていただくことも可能でございます、はい。なんかこれはこうお部屋にこう階段上がったところなんかこう、うん、そうですね、ね、タペストリーのようにかけておいてもいいですね。だから棒を通して吸っていただくともタペストリーですね、はい、もうすぐそのままお使いいただけますので、はい、上から見るとウニッコのハギレですね。どちら流れさんが持っているのはちょっと薄手の生地ですね。薄手のスカーフみたいにちょっと薄いんですね。はい、はい、で、こちらはピンクに黒でしょうかね、うん、そうですね。ウニッコ、こちらも小物製作にいいですね。そうですね。大人気の再入荷でございます、はい、こちらは、はい、こちらはムーミン柄ですね、はい、はい、キャンプでしょうかね。そうですね、キャンプしてね、これから夏休みだとキャンプ始まりますね、うん、パンケーキ焼いたり、はい、楽しそうだ。久々ですね、ムーミンの大きいのは。そうですね、はい、はい、なんかこうピクニックシートのように下に敷いてもいいですね。そうですね。この間動物園行ってそう思っちゃいました。そうなんです。はい。はい。そうだね。ムーミンのこちらハギレですね。そうですね。はい。はい、これはブルース。ブルースですね。フィンレースじゃなくてブルースの名前が入ってます。はい。小物製作にいいですね。はい。はい。こちらは大人気の、はい、メーカー不明でございますけれども、はい、白地に青、はい、はい、小物製作にもいいですし、で下と左右はこう切りっぱなしなんですけど、上だけは袋状に縫製されてますので、はい、棒を通せばね、カフェカーテンのように、こうカーテンのようにお使いいただくことも可能でございます、はい、はい、こちらは、はい、マリメッコですね、石本不二雄さん、リンピですね、はい、リンピのヴィンテージでございます。はい、小物製作にね、いいですね。小さいドットなんで小物製作に、おやつマットとか、はい、コースターの製作にお使いいただけます。はい、はい、でこちら2点は未使用ですね、はい、シンプルになります。ビキルースのサンドベージュですね、はい、こちらプレッティでネイビーにイエローになります、はい、はい。こちらはフィンランドからの生地でメーカー不明でございますけれども再入荷になりますね、はい、白とオリーブグリーン系でまとめられてね、はい、ナチュラル感のあるパターンでございます。またオリーブグリーンが今の季節にいいですね。いいですね。テーブルに置くとなんかちょっとレトロ感があってね。そうなんです。いいですね。なんです。はい、はい、でこちらフィンレンスの生地ですね。上下左右きれいに縫製されてて、上がまた袋状なんで棒を通してね、はい、こういうふうにカフェカーテンのようにお使いいただくことが可能です。はい、爽やかな感じですね。白地に黒とベージュでまとめられてね、はい、色使いもいいですね、はい、でピッコロにで、はい、ですね。いえ、辻岡さん3点でございます。3点でした、ごめんなさい、はい、まずこちらは
ライトブルーね、はい、白になります、はい、こちらが水色にの濃淡でしょうかね。そうですね、うん、ブルー系の濃淡2色でございます、はい、でこちらはちょっといろんな歯切れですね、うん、のセット、お買い得セット、ね、サイズ的にちょっとばらつきございますが、ポケットサイズぐらいでしょうかね、はい、のものがございます。はい、はい、こちらは、再入荷でフィンランドからのメーカー不明のコフでございます。はい、コフでございます、はい、赤に白地のね、小花模様というんでしょうか。これもレトロ感あっていいですね。いいですね、この制作のちょっとアクセントに大人気の生地になります。はい、はい、ということで今日は、はい、今回生地だけなので、これだけ以上でしょうかね、はい、生地だけですけども結構ねボリューム、うん、ご用意させていただいたつもりなんですけれども、はい、気に入っていただけると、うん、喜んでいただけると、ね、また楽しんでいただけると嬉しいですね。そうですね、はい、ぜひ、はい、まあね、あの連休中にね過ごしたことなど少しずつブログにね、はい、綴っていきたいと思いますので、はい、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。